あっちこんにちは。大変だこりゃ。美味しい納豆そばを食べます。皆さんどうもこんばんは、ラッシャー木村です。それではいきたいと思います。もうね、豪快に混ぜてね。これ途中でレシピ入りますから。私のこの編集してる時のこのなんていうの、パッションでね決まりますから。どこでその作ってる映像を入れるかがね、まずはこの、いやーうまそうまずは食べたい。後ほどレシピ公開いただきます。まあ、レシピっつうか混ぜるだけですけど。どうしちゃったんですか。何やってんですか。何やってんですかこれ。うまっ。もうね、夏最強だねこういうの。もうすべ今見ました。この箸をこう行こうと思ったら、ぬるぬるするからこっち手首に巻きついてきやがったぜっつってね。うめえ。もうちょっと自家製麺つゆ足すか。先生先生が暴れ出しました。なんかストレスでもおったまりです。ね、自家製麺つゆ。先生も暴れたい日があるんですね。これはね、これが蕎麦屋で出てきても。美味しく違和感なく食べるよぐらいうまいよ。このメガドンキーのそば何なのこれ。めっちゃうまいじゃない。ここでレシピ。水 400ml。 入りました。ヤシマルダシロースト入りました。ママミーヤー。醤油とみりん 100ml ずつ。もう三温糖小さじ1。情熱価格。ファサファサ。こんにちは。こんにちは。おかめつながりでおかめ納豆。ネバールくん。ネバールくんいただきました。メカブ入れるよ。にネバールくん。オッケーオッケー。ネギ、めんつゆ、自家製めんつゆ。あっちゃー、大変だこりゃ。そう、はい、こんな感じで作りました。編集の時のパッションでどこでレシピ行くか決めるって言っといて自分で言っちゃったけど、まあいいでしょう。味変ね、味変はラー油って決まってます。はい、
納豆とかね、こういう和食にもラー油はね、お会いしてでございますよ。ね、もう間違いないんですよ。これうまいな。でね、コツはね、まあ、納豆は当然冷蔵庫に入れて保管してると思いますが、このめんつゆとかをもうガンゴン冷やしにすることですね。夏場は特にね。うん、そうするとね、こう納豆のちょっと生温かいのってあんまり美味しくないと感じちゃう人なので、キンキンな方がうまいですよ、こういうのは。まあ、そばはね、あの炭水化物の中でも比較的 GI 値も低いので、うん、血糖値コントロールにもいいんじゃないですか。うん、であのいつかの動画で言ったように、トマトジュースね、30分前に飲みましたしね。もう食べ終わっちゃうんですけど、そろそろビールいきますからね。はい、今日はね、動画では初めてかな、あれ前も飲んだっけ、これ糖質ゼロのスタイルフリーですね。これで飲んでいきたいと思います。最近ね、なんかその健康気にしだしてから、この糖質ゼロのこれちょっと飲んだんですけど、最初ね、やっぱりね、普通のビールだと思って飲むと、これどこにいるんだっていうね、ちゃんと真ん中に飲みなさいって話ですね。普通のビールだと思って飲むと、やっぱりそのちょっと味が薄いし水っぽいんでね、あんまりなんですけど、これね、なんかね、感覚的にちょっとビールというよりかは、なんかもう これって感じ何言ってんだっつってね、言ってますけど、もうこれを朝日を飲んでる感じ。うん、冷たい。今冷凍庫でずっと冷やしてたんで、もうね、手がかじかむぐらい冷えております。はい、これで乾杯しましょう。今日はですね、バックトゥーザフューチャーですね。いやー、納豆そばめっちゃうまかったな。うん、うまかったっていうか、この自家製めんつゆがもうね、あのよくあるじゃないですか、3倍希釈とかなんか売ってるやつ、このボトルの、もうね、レベル違うぜ、マジでやろうみんなもやってみよう。今日ね、日本撮りなんですよ。で、今日日本撮りもそうだし、明日からね、サウナ行ってきて、今日ね、もうね、忙しくてサウナ行けなくて、全然やっと行けたんですよ、今日。3週間ぶりですよ、3週間ぶり。ありえないですよ。私ね、多ければ本当週に3回ぐらい行ってもおかしくないような人なんで、その私がね、3週間もサウナに行かないってことは、あれ以来ですよ、あのコロナの最初の行動制限あった頃はさすがに自粛してたんでね、1ヶ月ぐらい行ってなかったんですけど、それ以来ぶりにじゃねえ、3週間ぶりにサウナ行ったんで、頑張ってね、5セットぐらいぶちかましてきたんで、5セットぶちかましてからの、いろいろ、まあ、料理なりなんなりね、日本撮りしてお腹いっぱいなわけですね。ほんでお腹いっぱい&このビール、もう寝ます。おやすみなさい。スコイムーです、スコイムーです、スコイムーです。ものすごく大きい声を出せますよー。